ノーベル文学賞は、ノーベル賞6部門のうちの一つ。文学の分野において、理念を持って創作し、最も傑出した作品を創作した人物に授与される。原則として、定数1名のみ受賞されるが、これまでに1904年のフレデリック・ミストラル、ホセ・エチェガラ・イ・アイサギレア1917年のカール、ギエレルプ、ヘンリク・ポント・ピダン、1966年の シュムエル・アグノン、ネリー・ザックス、1974年のエビンド、ユーンソン、ハリー・マーティンソンが二人同時に受賞者となっている。アルフレッドノーベルは少年時代から文学に関心を持っており、特にバイロンとシェリーの詩に熱中して自らも詩を書いていた。また母語であるスウェーデン語に加えて英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語に堪能であり、 外国の文学作品の翻訳を趣味としていた。晩年になっても、擬曲、ネメシスを執筆しており、創作文芸全般に強い関心を抱いていた。このため、ノーベル賞の構想時にも、科学だけでなく、文学も人類にとって重要であると認識し、遺言の中で、理想的な方向性の文学を表彰の対象に、含めた。ノーベル文学賞はその作家の作品、 活動の全体に対して与えられるものであって、一つの作品に対して与えられるものではない。ただし、特に代表的な作品や、選考の上で評価された重要な作品などの名前が、長期に記されることもある。原則として、選考の時点で生存している作家が対象であり、追増は行わない。資格を持っている各地のペンクラブや大学、文学者などから候補が推薦され、 これをスウェーデン学士院が先行する。他の科学賞や平和賞の趣旨と歩調を合わせて人類の進歩、発展に寄与する理想主義的、人道主義的な文学者に授与されることが多かった。第二次世界大戦後は理想あるいは理想主義と関係が薄れ、既存の社会に対して批判的な作家、または左派的な作家に対して送られるケースが増加した。さらに、 1947年にアンドレジットが受賞したように世界的に著名で恒例の文豪が選ばれる傾向が強くなった。それまでは比較的若く囲碁の創作が望まれる作家が選ばれる傾向があった。1970年代以降はパトリック・ホワイトをはじめ前衛的な作家が選ばれ、売るようになり広い地域から受賞者が生まれた。ノーベル自身が体現してきた。 科学技術による人類の進歩、発展に寄与する理想主義的、人道主義的な文学範囲を含む講義の意味でのジャンル小説としての SF の作家が受賞したことはない。ものの、数尾石黒の私を話さないでの例があるように、受賞した作家が必ずしも SF を書かなかったということはなく、創作文芸全体が受賞の対象である。過去には歴史家のモムゼン、 哲学者など文学者以外の受賞者もいたが、政治家のチャーチルの受賞を最後に文学者のみが対象と決められた。しかし、2016年にシンガーソングライターのボブ・ディランが受賞した。これまでにボリス・パステルナークとサルトルの二人が受賞を辞退している。しかし、辞退を余儀なくされたのはパステルナークだけで、作家自らが公的な賞はすべて辞退することを理由に、 書簡へ記したのは、サルトルただ一人である。ノーベル文学賞のメダルは、表面には、アルフレッドノーベルの横顔、裏面には、ギリシャ神話の女神であるミューズが歌う姿と月桂樹の元に座りながら、それを書き留める若い男がデザインされている。第1回の選考の際にはトルストインが存命で、有力候補とされていたが、フランスのアカデミーが推薦した詩人シュリプ・プリュドムが、選ばれた。 この選考結果に対して、スウェーデン国内で一部の作家たちが抗議を行うなど、世論の批判があったが、トルストイの主張する無政府主義や宗教批判が受け入れられず、翌年以降も選ばれることはなかった。1901年から1912年のノーベル文学賞受賞者は、立派な人物像が大きな要素であり、受賞者は文学作品の価値だけではなく、 その賞に値するようなモラルと生活態度、また社会的な地位も大切であると考えられていたが、その後は作家の生活や思考などは審査の対象外とし、作品自体の文学性を公平に審査基準とするように努められるようになった。1913年にはインドのタゴールがヨーロッパ以外の地域から初めて選ばれた。タゴールはベンガル語弟子を作り、 夕べの歌の出版以来、高い評価を得ていた。子供の頃から英語を学び、イギリス留学の経験もあるため英語に通じていたタゴールが自分自身で詩を英語に訳したところ、アイルランドの詩人イエーツなどの協力によって英語で出版され、ヨーロッパでも好評を得た。1914年の選考ではカール・シュピッテラーが候補になっていたが、 第一次世界大戦の勃発により受賞は中止された。1916年の11月に、1915年のロマンドランと1916年のベルネル・フォン、ヘイデン・スタムの二人への受賞が発表された。式典自体は戦争が終結する1918年まで実施されなかった。1925年に選ばれた劇作家バーナード賞は当初受賞を拒否していたが、 説得により、賞を受け、賞金はイギリスにおける、スウェーデン文学のための財団設立に投じられた。第二次世界大戦が始まると4年の間、ノーベル文学賞は中止された。1945年に1944年の受賞者、ヨハネス・イエンセント1945年の受賞者、ガブリエラ・ミストラルが同時に発表された。1945年の選考では、 フランスのポール・バレリーに決まりつつあったが、正式決定前の7月に、バレリーが死亡したため、ミストラルの南米初の受賞が決まった。1958年のソ連のボリス・パステル・ナークは、政府からの圧力により、事態を強要された。パステル・ナークは1960年に死亡し、1988年に、息子がメダルを受け取っている。サルトルは1964年に選ばれたが、 辞退した。サルトルは公的な栄誉を否定しており、過去にもフランス政府による勲章などを辞退していた。公式な声明では、ノーベル賞の辞退は個人的な理由としているが、この賞が西側中心のものであることへのサルトルの批判として受け止められた。目と運動が世界に広がった2017年、ノーベル文学賞の選考機関であるスウェーデンアカデミーの会員の夫が、 複数の女性に性的暴行を加えていたとの疑惑が報道された。また、当該人物が受賞者の名前を事前に漏洩していた事実も判明し、アカデミーは混乱に陥り、2018年の同賞の選考を見送ることを発表した。この発表見送りに対して、スウェーデンの文学関係者による市民団体、ニューアカデミーは2018年の1回限りとなる大対象。 ニューアカデミー文学賞を創設。マリーズ・コンデへ受賞することが10月12日に発表された。この賞は、ショートリスト4名が公表され、コンデの他に、ニール・ゲーマン、キム・トゥイ、村上春樹が候補に入ったが、村上は、先行時点で、自ら辞退を申し出た。ありがとうございます。